高校国語古文三章助動詞のマシです黒板を見てください今回のクロスワード今回は助動詞のマシについて現代文と古文をクロスさせて考えていこう現代文だったならばもし雨が降ったら良かったであろうのにって言うよね それを古典だとポン雨降ら増しかばよから増しとなりますこの増しっていう助動詞がもし何何であったならば何々であろうのにっていう表す基本的な助動詞増しかば増しの形を取るよ雨が降ったらよかったなんて普通みんなやだよね晴れた方がいいからでも もし運動が苦手な人がいたならば体育祭なんかが中止になるもし雨が降ったならばよかったであろうのに体育祭が中止になるでも晴れちゃったからチェ運動会が行われちゃったぜなんて意味なんだよ。それをこの「ましかばまし」で古文では表すわけ。これをしっかり具体的に勉強しておくよ。 ポイントの1、黒板を見てください。マシの活用と接続です。活用からです。マシ、マシか丸マシマシマシか丸マセと覚えてもいいし、マシかマセ丸マシマシマシか丸と覚えてもどちらも大丈夫。ただこの マセの方とマシカ未然形が二つあるんだけどもマセの方は奈良時代に使ったわけだからもし平安時代の文章の時にはマシカの方がよく出るよ接続はそんなに複雑じゃない活用語の未然形につながりますもう一回マシュの活用マセ マシかまるマシマシマシかまると覚えてもよろしい。またはマシかまるマシマシマシかまるマザと覚えてもよろしい。それは自分の覚えやすい方で覚えて。接続は活用語の未然形です。いつもの通り活用と接続は古文を読むときにすごく重要。しっかり練習をしておいてね。 ポイントの2黒板を見てください助動詞増しの意味は反日仮想とためらいこの反日仮想とためらいこの2つをしっかり覚えたよこの2つだよまず1個目反日仮想です意味を答えろと言われたならば反日仮想と答えます 訳し方もし何々ならば何々であろうのにと訳しますじゃあ一体どういうことなの反実じそうって分かんないよねっている人もいるよねそれはねこっち見て事実に反することを仮定して仮に想像することクロスファードともやったじゃないもし 雨が降っったたならばよかったであろうのにでも実際にはカラーッと晴れてしまってもう悔しかったっていう言い方その時にこの「まし」という助動詞を使うんだ。形はねこっち見て「せばまし」「ませばまし」「ましかばまし」「未然形プラスばまし」です。この形にになった時に 半日仮想になるってことが分かってくれればいいのもう一つポイントこのところみんなね未然形プラスバになってるわけせも未然形ねませも未然形ねましかも未然形ねそして未然形プラスバだからこの部分が未然形プラスバになってるっていうところもポイントじゃあ具体的な例文を見ていこう鏡に色形あらましかは ものの姿はうつらざらましいつものように形から見ていこうまずこのあらというラゲンのね動詞にましがくっついているましは未然形につながりますから当然あらです下行きよこのざらましのところのざらは打ち消しの助動詞のず。そこにましがついていて未然形ですからざらまし役はポン鏡に 色とと形があああっったたたななららばしででも当然、OK、だよのの姿は映らない,であろうのにいいいろうにねつまりこれは「鏡に色と形があったら」っていうふうにねこちら見てくれる事実に反することを仮定してその仮定のもので仮定のもとから「ものの姿は映らないだろうのに」って言ってるところなの。すると言いたいことは結局どういうことかこっちだぜ。 実際には鏡には色や形がないのでものの姿はしっかり写るのだっていうことが言いたいわけだから「は日活動の場合は解釈としたらこちらなんだけども主張はこっちこちらの方が定期試験で聞かれることも多いよマシのの番目の意味です黒板を見てくださいためらいですもし 意味を聞かれたならばためらいと答えてください。訳し方はようかしらとなります。これから何をしようとしているこれからしようとしている行動をためらっている意を表すわけ。いいね。なんか難しいことを言っているように見えるけれども、例えば明日は定期試験なわけ。でも疲れちゃったなぁ。どと勉強しなきゃいけないよね。どうしようかな。 っていうふうにためらうときに使う言葉が。このためらいのましです。そして、そのためらいのましを見つけるには。ある方法があって。その方法があるとわかりやすいよ。それはこれです。いかに、何や。係助詞などの疑問語を上に伴うわけです。ここをヒントにすると、ためらいのましが。見つけやすいよ。具体的にやってみよう。 これに何をかかましいつものように形から余談同士の角にマシがついているんですからマシは未然形接続ということからかかましになりますヒントはよく見てここに何があるよねほら何があるよねこれをヒントにすれば役はポンこれに何を書こうかしらとなりますですからないないすることに対してためらっていて どうしようかな何をしようかなって意味になりますよいいそうすると元に戻るけれどもマシには反実仮想とためらいこの二つがありますしっかり頭の中にインプットしてください練習の一。黒板を見てください次の括弧の中のあからえの助動詞を適当な活用形に せよですまず活用表を思い浮かべようこれをヒントに考えてやっていこう1番目いかかにせまし向かえやせままししえやここは「や」がありますから文末はかかり結びで連帯形こちらの「まし」とこちらの「まし」があるけれどもこちらの「まし」です。 答えはポンいかにせまし迎かえやせましどうしようかしら迎かえにいこうかしら2番目きとこそはよまましここは「こそ」がありますから文末は依然形ですからこの「ましか」が正解でポン「きとこそはよまましか」。 すぐに読めばよかったのになあ次行こ,この気なからましばよかっただろうのにとこそ思いしかここはちょっと難しいばという接続助詞があるんだけどもこれは未然形と已然形のどちらにもくっつく半日過疎のときにはどっちについたのかなちょっと これをヒントにしてくれる、ポン。反実仮想の時には。せばマシ、まし。ませば、まし。ましかば、まし。未然形プラスば、ましでしょ。そうすると答えは。ここは。未然形にくっつく。だから。ませと。ましかが。正解になるわけね。ここで。ちょっとおさらい。過去の動詞のところで。せば、ましも。反実仮想を作るって。 覚えたんで覚えてる？そこでやったんだけどね。でも忘れてしまったならばもう一回確認すればいい。このせは過去の助動詞だったの。過去の助動詞は連用形にくっついたよね。今回はなからという未然形ですからここにはどうしてもせばましにはならない。だから答えはませとましかが入るわけ。いいね。ですから答えはこのどちらも正解になります。ポン。でませの場合には。 これはどう考えたって奈良時代に使ってるわけでもこの文章が奈良時代なんだかまたは平安時代かわからないから答えはどうしても大丈夫では次行きよポン世の中絶えて桜の中りせば春の心はのとけからましこれはどこにもかかり寿司もないからそのまま答えはポンましです世の中に絶えて桜の中りせば 春の心はのどけからまし色の中に全く桜がなかったならば春の心は穏やかであるあにって意味ですもう一回このマシのところの活用表を頭に触っているように練習しておいてね練習の二黒板を見てください次の防線部あからいの助動詞の意味を答えろです助動詞の マシの意味は二つ、半日仮想とためらいでした。半日仮想の時のパターンはどうなるのか。まずせばマシ、ませばマシ、マシかばマシ、または未然形プラスばマシでした。二番目、ためらいのマシというのがあるんだけども、その場合には何とかという疑問語を伴うとわかりやすいよ。 それをヒントに解いていこう1個目「浮きものは世の中なりけり」「世の中はつらいことだないかにせまし」ここに「いかに」っていう疑問語があるよ。だからどのよよううにしようかしからってなるわけですからこの「いかに」をヒントにすれば答えはポンためらいになります。 ためらいの場合には疑問語を伴うということがすごく大事二番目辰をとえましかばまたこともなく我は外せられなましここはましかばましの形になっていますですから答えはポン反日仮想になります辰を捕まえたとしたならばまた簡単に 僕は殺されたであろうのに、この外せられのられは受け身の助動詞。でも実際にはタツを捕まえなかったから命は助かったって意味だよ。もう一度このマシという助動詞の意味は反実仮想とためらいの二つがある。これをしっかり復習しておいてください。